それでは委員会を再開いたします、討論を再開いたします。はい、はい、ありがとうございます。政第4号、柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する請願に対し、民社友愛として賛成の立場で討論をいたします。安全にしろ、避難計画にしろ、何にしろこれで完璧というものは、この世にはございませんで、安全に終わりはない、常に安全に対する意識を保ち、安全には謙虚に取り組む、この努力の工程、その高い意識が安全性を高める計画、避難計画の質を上げていくものと考えます。規制委員会田中委員長の真意はここにあるんだと思っています。電力不足を補うための化石燃料発電の炊き増しは、国富の流出、電気料金の値上げ、地球環境問題に与える影響、地球規模におけるリスクを考えたときに、地球に住む私たちに与える影響が甚大であります。加えて柏崎刈羽原子力発電所の運転停止による柏崎地域経済の疲弊が続いておる、この状況を打破し、柏崎の状況をまずは整えていくということ、請願者の求めるところを十分理解するところでありますので、以上、民社友愛としての賛成の討論といたします。あ、民大臣、はい、賛成の立場で討論します。これまでも議論の中にも出てきた避難計画ですね。避難計画については、地方自治体のが本来行うべき仕事ですから、議会もこれまで以上に真剣に取り組むべきであり、賛成するがゆえに、避難計画の立案に対しては、今まで以上に当局に対しても、そしてまた議員間でもより深い議論をするということをお約束して賛成としたいと思います。他に討論を終わります。それでは採決をいたします。本件は採択、柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する請願につきまして、本件を採択すべきものと決する賛成の委員の挙手を求めます。賛成多数です。本件は採択すべきものと決しました。委員長、はい、どうぞ。今の柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する件なんですが、先ほど来申し上げておりますが、議会としてですね、やはり特別委員会を設けて、今後の再開に向けたですね、いろいろなものがあると思います。特に、今ほども話がございましたが、避難計画の策定だとか、あるいはまた規制委員会からの適合審査を受けてからの対応、それから当然からの説明、もろもろあると思うんですよね。したがいまして、特別委員会の設置を優に、図っていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。という提案ございましたけれども、皆様にお伺いいたしますが、よろしいでしょうか。ここにつきました。あ、やばい。はい、いいなしですが、その提案してもらいたいというのは、さっき読み上げたその文章の中から政第4号という文字と請願に対するということをカットした文案でもって提案をするという、委員会として提案するという確認でよろしいですか。じゃあ、いいなし。いいですか。はい。あ、それからいいか。はい。それでは付帯決議につきまして、すいません、決議の提案につきましては、議会運営委員会に諮るということと、それから、趣旨を変更しない範囲での用語の修正ですかね、が言われましたので、政府、それから提案者に、お任せ願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。では、そのようにさせていただきます。前回一致でも。これで付託された全ての方が終了いたしましたので、本日の委員会はこれで。以上で本委員会に付託されました事件を全て終了いたしました。委員長報告についてでありますが、報告の作成については政府委員長に一任をいただきたいと思います。これに異議ありませんか。異議ありませんので、政府委員長に一任させていただきます。本日の委員会はこれで散会をいたします。ご苦労さまでした。